こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン2ライブ配信始めていきたいと思います。今回はビルド編ですね。Twitch で配信しております。ぜひ Twitch アカウントフォローお願いいたします。チャットコメントお願いいたします。また、アーカイブ2日後、7月9日21時よりプレミア公開いたします。ぜひ、YouTube でもご覧ください。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。では、やっていきますか。今回の BGM はですね、普通の GTA じゃない、シティーズスカイラインのビルドの音楽です。ちなみに街の今統計を見ていこう。あ、悪くないよな。増え始めている。これ人口推移か。人口は増えてんだよな。都市の資金がまあそんなに増えてないけど、一時比べたらすごいマシになってる。これ予算、まあ予算は支出だから増えてますよね。あんまり良くない。都市の価値もまあ増えてる。税収もそんなに増えてない。人口増えてんのにな。出生は増えてる。死亡も増え、まあ、長期間的に見ると増えてる。求人も増えてる。教育水準はちょっと、横ばいかな？やや落ち気味にも見えるけど。学生数はその分当然増えてる。観光客は横ばい。税収入は伸び悩んでる。幸福はやや落ちてるかな。住宅価格は、順調に上がってる。商業は上がってる。産業は、需要がそんなにないんで、そんなに上げられない。オフィスもこんなもん。囚人は確実に増えてる。そして、輸入はすごい増えてた時期あるんだよな。まあ、でも、長期的に見ると相当増えてますね。輸出が全然ダメだな。なので、これが、まあ、あんまり収支が良くない理由になっております。電力は余裕。水は結構ギリギリだな。水あげた方がいいな、皆さん。うん、100% なんだ。ま、もうちょっと待つか。そして、ゴミは、まあまあまあ、まだいける。ゴミは 90% なんで、1% ぐらい上げとくか。こっちじゃなくて。天気健康度は 71% で、基本的には横ばい傾向。仮想上は全然足りるはずです。高齢者も72年ということで、まあ、こんなもんでしょう。高齢者の健康度はちょっと足りない。けど、これは予定通りです。高齢者の税金ってどのぐらい払ってもらえるんだろうね。犯罪は結構留置場がいっぱいいっぱい。人が多いんだよな。通話可能が7349人ってことは、定員オーバーしてる。定員割れしてるんだよな。あんまり美味しくない。で、ちょうど定員。大学は、定員割れして、入れないところもあるっていう感じですね。あと、交通路。地下鉄どうだっけ？一応、
バスがくまなく走ってるか、今はそれでいいんだろうけど、いずれここら辺地下鉄、増設する必要はありますね。オークパークとか、住宅予定地に向かって、このモノレールとの、区分けをどうするかっていうのは難しいところではあります。ここからここへの地下鉄も作ってもいいかもね。ここ坂だから、あんまり、よくないけど、ここら辺に地下鉄作って、駅作って、それからどうするかだな。あとこっち側にも地下鉄作って通らせる。地下鉄作ったら、このバスとかは短縮でもいいのかな。多分ここら辺に地下鉄の駅作るから、ここの道は廃止してってなる。その辺の路線の集約とかもやらないといけないかな。もしここを一度廃止して、この、水色とかのところを、なんか地下鉄を駅まで増設するのもありかもしれない。こう延長してこうやったりとか、かなあ。あと、まあここもモノレールつないでやってるけど、地下鉄駅接続させてもこういいかもしれないですね。海渡らないといけないからな、基本的に。とりあえず、町の開発を先にやりましょう。あとですね、今延長してないとこで町の開発が必要なのはここでだけか。今はやや商業区域を欲しがってる。ただね、あんまり商業区域作ったら作ったで、工業の需要がそこに取られちゃうんだよね。困ったな。どう作るしようかな。坂が結構急なんですね、ここ。なので、ストレートに今こう降りていくとなると、しんどいかな。
難しさはあるよな。最初は結構平らにしとかないといけないかな。こんな感じで、ここの部分は、平らにして、難しいな。ちょっと谷間の道にする感じかな。お金もかかるからな、あんまり。で、ここに道路を作る。道路の幅はどうしよう。難しいな。まあ、こうなるよね、やっぱり。基本はこうだよな。で、かつここは片側2車線だから、2車線で作りますっていうのは、まあ、基本中の基本。もともとこっちがどうなってたっけ。あ、こうか。まあ、もっとも片側2車線で作るんだけど、高速道路とかぶっちゃうんだよな。さらにここが結構崖地に降りるんで、崖地に降りる反面、ここ山があって、これってなんかあるのかな、その道連れじゃなくて。資源ってあるのかな。分からん。資源があるかは分かんないな。これ資源ってどこで見るんだっけ。資源があるかどうか。ここかな。ね、この外部と接続って、ああ、そう。輸出が全然ないんだよね。ほとんど商品の輸出で。輸入はいろいろ材料だろうからな、石油とか、
農産物も農作物も多いんだ。まあ食料だよな、住んでる人の。鉱石とかも。天然資源、こうだ。あ、やっぱりここ、石油あるやん。ってことは、ここ石油地区で作らないといけないんですよ。ただ、問題があって、石油地区って結構、まあ、侵入はそんなに使わないとして、鉱石もあるんだ、ここには。ここの部分が、石油になっているからな。これを、取らないわけにはいかないんだけど、一方で、この石油地区が結構な坂なんですよね。なので、作るとしたら、道路の、石油地区の道路の整備っていうのは絶対いるよな。まあ、もっとも、どうしようかな。石油地区の、あ、でも、ここだけなんだ。じゃあ、ここまでだったらそんなに、急な、台地にはならんから、先に、一応道路作っといて、道路作っとく。あかんな、結構山がつい。あ、しかも大きさって変えられるんだよな。ただな、山があるからな、難しいよな、ここ。資源が、ここだ。ここだろう？この鉱石部分をなるべくフラットにしとったんだな。ってことは、ここら辺は平らでいいんだけど、鉱石ってどうやって取るんだっけ？鉱石は、あれか。鉱石は、ここを平らに、こう作っといて、一応こう作っといて、地区を作
作る地区で、鉱石ってどこだ？一般産業、石油産。原石を採掘し、加工のために地元企業に、出荷しますってなってるな。あ、もちろん、ここ、電力も少ないとダメです。電力をどう供給するかっていうのも問題になってきます。あとは、電力からどう、そこの工場を作るかだよな。隣がな、石油になってるから、こうつないで、そうで、ここへつなぐいて。坂になっちゃってるんだな。で、あとは、この辺か。全然散る感なく、結構シビアだな、やってることは。で、ここに、こういうふうに、ここまでをつなげればよいと。あと、原油は？原油区域は、感じかな。
で、当然のごとく、するかだよな。このまま高速つないじゃうと、押したいくわけだから、高速道路こういうふうにつなぎたいよな。高速道路をつなぐかっていう問題もあるよな。あるんだけどな。木材を取る気はないな。もう一度、材料が、木材はここにあって、木材は2箇所あるんだよな。で、それとともに、ここにも鉱石を取るとこがあるんだ。木材と鉱石取れるからな。こんな感じだよな。いや、やめとこう。これ一回これは。次つないでみるか。鉱石ではなくて、鉱石ではない。このぐらいだったらいらんよな。鉱石が、で、一応これ。どうする？こうかな。悩むな。ここまでは。
な感じか。で、これで通じるかな、普通に道が下げられるか。ここはではいいんだけど、傾斜が急すぎるって言われるんだな。じゃあもうちょっと下げるしかない。こんな感じね。そうするとここが傾斜が急って言われちゃうから、こうか。つなげるような気がするんだけどね。ここが急なって言われちゃうからな。ここだと下がっちゃうから、もうちょっとここ下げないとダメなのかも。つながった。つながった。ん？え？本当だ。でもこれでいいはずなんだよね。だからこれでつながんだよ。ここはつながって、で、かつ、
でかつ、原石は持ってるから。次に区域指定をやらないといけないから、区域指定はで、この中に旧産業を区域指定をやる。でかいな、ちょっと。でかい。ここぐらいまでかな。なんで？だから、チェスターパークやろ？こんな感じが、こんな感じが石油地区で、なんか持ってる。なんだろう、これ3つあるな。チェスターはそのまま残して、スケートックとかの名前つけよう。かまない。かなかった。これなんだ。運賃増額、大企業優遇で石油特区か。条例的には運賃増額、大企業優遇はそのまま。平均レベルでは書いてるけど、よくわからんな、ここ。まあ、とりあえず、石油特区はできた。次、ここだよね、次の。パークの中の、宝石特区を作ろう。宝石はこれだ。工業だな。以上。コジーパークとかいう名前になったんで、この名前をそのまま使いましょう。あ、間違えた。あ、違う。で、これを閉じて、名前を変える。
な感じですね。はい。OK です。これで孤児戸籍特区完了。で、難しいな。木材特区も作らねばならない。木材特区は、木材特区ってちっちゃいんだよな。ここと、ここと、ここだけやもんな。それもうかもな。特区って。あとここだろうな、木材とかって。で、この木材とは、マートル木材ヒルズ。グレード木材す。木材スクエアですよ。めちゃくだな。で、最後、宝石行くか。赤字になっちゃうんだよな、多分な。これつけたところで。あんまり得じゃない。宝石スクエアと、これを中心に、この地区を結ぶ道路を作ってってことをやればよいが、問題があって、ここ高速道路をどう通すかなんだよな。まあでもここの先も地下に潜らせてもいいよな。普通で、3車線で、どこまで地下に ここら辺までかな。で、ここら辺までは高速作るんだけど、ここからはそろそろ地下に、入れます。どこかな？問題はどこまでになっちゃうか。わからんのだよな、これどのぐらいの深さになるかっていうのは。
感じだもんな。で、お膳のごとく、全体にして、ここにインターを作ります。インターは基本的には難しいな。インター作るスペースってもったいないな。でここを置いたら、こうなるよね。なんでここ入ってくれないんだ。そうだな。かつ、ここにつける。こんな感じか。でこれを解除するとこういう風になるよな。まあ悪くないんじゃないかな。この辺はで、水を作ります。水を作らないとあれなんでやばいんで、これなんだ？なんだろう？で、さらにここからも、こんな感じか。で、各トックの開発を行わねばならないが、トックは一つずつ開発していかないと多分潰れてしまう。
まず、ここって当然、宝石特区の道路も作らないかな、また。こんな感じでいいでしょう。で次、宝石スクエアがあるから、まあでもここはこれでいいんじゃないかな。宝石区を宝石のあれを作ってあると、ちょっと待って、高さ的にどうなんだ、でまたこんな感じで広げてやると使える範囲って増えるから、こんな感じだよな。山奥は何も作れないよな。一方で。山上を何、どうするかだよな。山上は何か作りたいけど、わからん。だから、この山上は、普通に、山上は住宅地にする。で、歩道で両方を通して、働いてもらうっていう感じでいいんじゃないかな。ここは一旦置いといて、感じかな。で、この地区はまず住宅地にして、
そう、ここも一応下げられるよね。普通の道で繋いでいくと。あ、しかし。こんな感じか。なんか一車線にできないのかな。で、信号があるからな。で、ここが。左車線になるからな。この辺は普通の道路になるのか。あ、難しいな。だんだんこっちから増やしていく感じで。ここなんかあるけど、何を狙ってるんだっけ？これじゃないの？多分。これをこう、動かしたいっていうところじゃないかな。で、動かした上で、再下流に水が流れるような感じになりますね。で、これも同様に、くっつけるということで、これでスペースが空くだろうという。あんまり発電量が多くない。Thank you.
とか言ってうち1時間経過でしましたね。あっという間だな。バスがこっちから入ってくるようになるから。バスだけは入ってくれる。で、またここも実は自動車道として、こことここを結ぶ道にな、実はなっているという。さあ、ここをどうするかだよな。一時的に風力発電所作ってもいいよな。結構発電量多いし、普通にありだと思う。停止は急すぎんだけど、一旦石油トップを手前に作っといて、水は大丈夫だから、どうなの？基本的にはこれギリギリのとこだよな。鉱石トックも作ると、一時的にここも ここを作っといて、宝石トップを作った。一方、そうなんだよな、あんまりこれ近づけると、宝石作れないんだよね。宝石トックが邪魔だなってことになるから、なんで水がない。あ、ここ水ないんだ。おい、
なんで潜入されているってどういうことだ。こういうことか。商品の電力が入っている。わからん。あれ、あんまり発電してくれない。一応セーブします。セーブするときは音楽が止まる。ここに立つと、そうですね。あ、水は足りない？ん？水足りないか。こっち側だと水やっぱり足りなくなるんだ。これなんだろう。ここはっという産業施設かたまに。あ、オイルカンパニーだ。そうですよね。ただね、まだ足りないんですよね。だから早いうちに来ていきたいな。しかし、ここにできれば欲しい、早く欲しい。で、かつあそこに立った方が嬉しいよね。立つと住宅地のところに送電線作った方が手堅いか。実際はで、かつさらに、こうあるんで、
かもあるんだけど、まあ平坦地だからな、なるべく平坦地は作りたいからな。ここに作るとそう、都市を境界外言われちゃうからな。こうかな。でもここにできるんだったらもうこっち側行ってもいいかな。あれ、なんで？これなんでだ？一回道路を切らないとダメなのか？オッケー。で、道路を切った上で、thank you。
うだよな、ここ。ここはトップじゃなかったと思うから、トップか、トップだから、でもトップである以上は、石油特区だからな、石油特区じゃなくて、なんだろう。で、特区があるから。どうしても足りないよな、ここら辺は。7人しかいないし、あら、これって公園あったっけ？うん、焼却炉を用意しとこう。この辺がいいかな。うん。ただこのまま行くと電力がない状態だから、そうだ、この電線を作らないとダメなんだよな。あ、そうか、これってもしかして消費電力がいらん、ここって、焼却炉って、よもや。ここに置いとけば、ある程度の消費を してくれるのかな。わからんけど。ちっちゃくないな。道路が急すぎます、言われてるしな。一応もう、
くっとこう。で、かつ、なるほど。おお。で、かつ、セキュートップってここまでだから。ここあえて。今のつくわけがないんで、ここここエコーを小学校にするっていうのは全然ありかな。一度、一旦ストップで、かつ作り直す。ちょっと水ある、水はちょっとやばいなと思って。繋がないとやばい。
で、これで戻す。一旦セーブする。ここも石油トップなんだ、一応は。いや、やめとこう、今は。なんか長崎っぽくない、ここ、反対側に僕はまだあるんだよな、ここに。トックじゃないところにゴミ場を建てるっていう。
薬剤のヒルズがあるから、ここも木材の付け合いなので、なんか鉱石なんか作ってますね。労働者不足はやっぱりね、うまくいかないな。だから結局バスで運行してやらないとダメですね。続いてどうしよう。感じですね。やっぱりここ住宅を作るって、
で繋がってんだよな、多分。電力がないのは分かってるから、火葬場か。火葬場はまあいるよな。服じゃないとこに火葬場を作りたい。ということは、難しいな、これ。ああ、でもあんまり。どこに作るかって難しいよな。火葬場か。火葬場はでも隣に置いとくといいかな。あとサウナ、サウナだな。逆にサウナこの交差点に出たい。
しばらくは仕方ないよな。ああ、ダメだ。ここに置いちゃダメだ。難しいな。ちっちゃい公園でも置いとくか。外線も置いてもしゃあないしな。まだ分からんよね、ここ。
で、ここの信号だっけ。どうなんだろう。どんどん行こう。公園も作らない。小学校作らないとダメやな。小学校この端でもういいんじゃないかな。で、当然ここ邪魔になるから。どこだっけ？小学校か。ここは？いいか。公園がここにあるから、でかいよな。
どこにあるんだ、ここと、だから、診療書も作ってやろう。スシャコ作ろうか。水は、まあ、ちょっと怖いな。ここずつ立ててもいいかもね。まあできればここの水が渇水してる時にポンプ場は立てたいですよね。水がなんかちっちゃく引いてるっていうか、次の区域も作ってやらないとダメだよな。
か木材ヒルズっていうのがあるみたい。会社が結構捕まってんな。この石油地区だからな。公園ってあった？あるある。これなんだろう、診療所か。まあまあでかいな。
然なんだ。木材のとこは結構もったいない、うん、まあ、から結局木材ヒルズになってる、ここ見てたの、
ああ。マイクを変えました。あ、ダメだ。ここに置くと船が行かなくなるんじゃない。いや、大丈夫。旅客船だから心配はない。さすがにちょっとやりすぎか。ちょっとストップ。これチャンス。
水がだんだん近づいてきた。今回チルを目指そうとしたけど全然チルになってない。ここで、もうぶつかってます。すごいな、ほとんどもう水の中に埋まってる感じだよな。水がぶつかり合ってる感じだよな。ちょっと下流に置いとこう。で、これに置くんだけど。でも、電力とか大丈夫かな。電力ってつながらないんだな。
まだまだレベルは上がりきってないよな。ひとまず、今回ここまでかな。なんかチルを目指すとか言いながら全然結構工業特区だったんでチルじゃなかったですけど。はい。ということで、次回は、まあ、ここの開発とともに、この辺の開発、あと、で、地下鉄もちょっとね、延長したい。します。特にこの辺を、この辺の付近、結構地下鉄延長できる余地があるんで、やっていきましょう。そんなにお金もかからないんで、美味しいです。地下鉄はバス路線の再編もやらないとな。なので、次回は、まあ、交通経路の見直しかな。そちらも、やっていきたいと思います。ということで、次回をお楽しみに。
今回の配信はツイッチでお届けいたしました。ぜひツイッチ、アカウントフォロー、お願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー Please。また、ぜひ、YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。2日後、9日、21時頃にプレミア公開、アーカイブをアップロードいたしますので、ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネルプレミアライブ2 Days After アップロードマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリはい、また、ツイッチで配信を行っています。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。Please my ツイッチアカウントフォロー、and リポスト、and グッドボタン、please。シティーズスカイライン2、シティーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。